秋元康さんがね奥さんと結婚した時とか、僕中学生だったんですけど、なんであんなやつと結婚すんだよって思ってましたもんね。当時だったらヤフコミに書き込んでるかもしれないけど、俺は今そうなってたら、なんであんなやつと結婚すんだみたいな、なんで高井真美子と結婚するんだっていうふうに。多分あの時のおにゃんこクラブファンだった若者たちは 99% がそう思ったし、そう言ってたと思います。秋元さんと仲良しだ今。そう、今仲良しだから、すごい僕仲良しだからすごいよくわかるわけですよ。秋元さんの才能すごく僕はよくわかってるから、すごいいい人じゃないですか。しかもそりゃ好きになるわなって思いますよ今は。私あの頃ね、秋元さんにね、秋元さんどうせおにゃんこと誰かと結婚するんでしょって言ったら、すごい怒られて、それだけでーすとかってすごい怒った。それだけかとかって。一番人気と結婚しましたからね。もし国生されると結婚したら、私たちこんなに未だに仲良くなれてないよって言って、あ、こんなの